どうも、愛知です。今回プチ相談なんですが、ホワイトボードをちょっと今回使わせていただきます。で、今回のプチ相談はこちら、時間が足りないっていう相談です。で、まあ、4月の後半になってきて、まあ、新生活が約1ヶ月ね、終わろうとしております。この1ヶ月はね、本当にしんどかったと思うんですよ。まあ、精神的にもすり減っただろうし、本当にね、お疲れ様でした。で、ある程度新しい生活に慣れてきて、まあ、時間ちょっとゆとりが出てくると。まあ、気持ち的にもね。で、その中で、まあ、勉強頑張んなきゃなっていう気持ちがちょっと出てくるんですよ。まあ、やんなきゃな、みたいな。の時に、でも、蓋を開けてみたら、部活もあるし、まあ、高校生ならバイトある子もいるかもしれないし、全然時間足んないと。もうどうしたらいいの？何かでやったらいいの？みたいなね、困った相談結構ね、来てたので、まあ、それについて答えていきます。完璧にやる。っていうのをまず捨てましょう。全部やろうなんて、そんな無理だって。みんな学校もあるわけだし。一日、まあ、毎日さ、固定で何時間とか何分って決めらんないと思うけど、みんなはその勉強とかね、やりたいものに関して、何分時間使えるのっていうのをまずはっきりさせよう。そこを曖昧にしちゃうと、結局、わーわーわーって、どうしよう、何もできないじゃんって終わっちゃうから、何分勉強に使えんのみたいな、風のをはっきりさせる。自分の中でね。じゃあその、まあ、30分なのか60分なのか90分なのかわからないけど、その時間をじゃあどう使っていこうかなって。使える時間が何分からまずはっきりさせてください。これはみんなによって違うと思うんでね。で、もう一個よく来る質問として、まあ、このね、質問とセットで来るのが、予習と復習どっちが優先ですかって言われます。で、中学生だったら、もう主に復習でいいと思います。で、高校生、俺は復習推しなので、復習でいいと思うんですけど、これはタイプによって予習の方が合ってる子もいます。ただ、予習中心スタイル。こっちは難易度がちょっと高いです。難しい。で、復習スタイルの方が難易度としては簡単です。で、どういうことかっていうと、例えば予習を中心にするスタイルで行くと、家で予習をするわけですよ。まあ、前日にね。翌日やる、学校でやる勉強を予習しましたと。で、先生のここで授業が入るわけよ。で、その後に、まあ、復習する時間があれば復習になるかもしんないけど、主に予習をして授業で、ここで定着させるんだよね。ここで、まあ、OK にすると。内容をね。これが予習スタイル。基本的には。じゃあ、復習スタイルは何かっていうと、この復習の前に、ちょっと矢印逆になりますよ。授業が先に来るんですよ。先生の授業を受けて、その内容をその日、まあ、できればね、その日帰った時に復習して、ここで、その授業内容とか勉強内容を OK にするんですよね。だから順番は違うわけよ。で、こっちっていうのは、先生が説明してくれるでしょ。だからその学校先生によってね、まあ、あるね、あると思うけど、説明してくれるわけ、一応ね。だから、やり方を説明してくれる人がいるから、その説明されたものを受けて、じゃあ、こういうことを言ってたな、って、その説明された内容も含めて復習できるわけ。だけど、こっちっていうのは、予習って初見でしょ？基本的に初めてなんだよ。初めましての問題なわけ。だから、自分で、説明してくれる人がいないからさ、自分で読み取るというかやり方をマスターしなきゃいけないんだよ。だから全部自力なんだよね、ここに関しては。まあ、もしかしたら自分の授業動画とか、他のね、なんか、なんだろう、参考書とかを使う方もいるかもしれないけど、それは基本的にサポートだからさ、自分の力で切り開いて、それが合ってたのかなって、OK だったのかなっていうことも含めて、この確認をね、含めて授業で OK するって、OK にするか。っていう内容なので、ここが難しいの。自力で切り開かなきゃいけないからね。だから基本的にはこっちの方が楽ですよっていう。授業してくれるから、説明してくれるからね。うん。ただ、さっきも言ったように、どっちが大事かっていうのは別にいいです、そこは。それは合う合わないがあると思うんでね。ただ、基本的には復習スタイルでやる方の方が多いと思うので、ちょっとこっち中心で話していきますけど、じゃあ、まあこれをやりたいと。で、さっきも言ったように、完璧にするなんて無理だから。学校行きながら。無理なので、だから、まあ、自分前にね、そうなんで言いましたけど、その日、何を復習するのっていうのを学校で決めるわけ。復習内容ね。家帰って、勉強机に座った瞬間に、何しよっかな。じゃあ遅いんだよ。時間もったいないからね。で、学校授業受けてる時に説明してくれるわけじゃん。だかったりーなーって言いながらノート写したら授業終わっちゃうんだけど、かったりーなーって受けるよりは、今日何復習しよっかなーって。この説明何意味わかんないんだけど、これ夜やんなきゃマジいわ。みたいな。
のもあるし、あ、これ余裕っすわっていうのもあるわけよ。まあ、この今日の社会なんかすげえ雑談が多かったから復習しなくてもいいんじゃないみたいなのもあるわけじゃんか。それは受けたみんながわかることなんで。だからその授業内と復習内容、家でやることを学校で決めると。その時に、さっきも言ったけど完璧にすることができないんで、欲張らない。やることを。あれもやって、これもやってって。わかるよ、気持ち的には。そのさ、わかんなかった問題を放置するっていうのはすごく不安になるから、わかるんだけど、欲張っちゃダメ。いい？この時に大事なことが、これ今回だけじゃないけど、勉強で大事なのは、特に復習ね。浅く広くはダメです、基本的には。漢字を今パッと出てこなかった、ごめん。狭く、深く、こっちを意識してください、復習するときはね。だからさっきも言ったように、じゃあ1時間って言って60分使えるとするじゃないですか、60分。使えるとしたときに、じゃあ、15分、国語。いいか、15×4 だから、国語15分、数学15分、英語15分。今日社会となんか大丈夫だったからいいわ。理科15分、みたいな。で、やるよりは、だったら、30分で、今日の数学と英語はちょっとやった方がいいな、つって。やった方が狭く深くってことね。一個に時間をかけてがっつりやるっていう方がいいです。浅く広くだと、もちろんそれで定着できるものもあるんだけど、例えば復習する時間そんなかかんないなって、15分で全然いけるよってなったらいいんだけどさ、すげえ量を15分に詰め込もうとってガーってやってさ、ただただ一問、一回問題解いたら終わりみたいな。で、やるよりも、その1個の問題を3回繰り返しやってみたみたいな風の方が、絶対やったことは定着させるんだよっていう。せっかく復習したのに忘れたら意味がないわけ。だから、忘れないように工夫する。勉強するっていうのは、解いた数が大事なんじゃないの。覚えた数が大事。だから、みんなが時間をかけて、どれだけ覚えられたのっていう。ところを意識して、それをやっていくうちに、例えば学校で決めるじゃん、復習内容。決めた時にさ、あ、このぐらいの量なら私今日いけるみたいな。ね、俺は今日このぐらいでいけるっしょってわかるわけ。でも、欲張って、俺こんなにやっていけるかみたいなのあるわけよ。多分それは感覚でみんながわかってくるから。いい？周りの子が、例えばこんだけやってるから私もこんだけやんなきゃなんて全然いらない、そんな。いらない、いらない。みんなはみんななんだから、いつも言うように。なので、みんな自身がみんなの意思でちゃんと決める。いいね。責任持って。で、決めたものをしっかりやる。で、やったものは忘れないように工夫するっていう。そこを意識してやっていくと、ある程度、そのやったのに忘れたら意味がないからさ、時間は足んないから、もうみんなそうだから。これは、時間足んないけど、足んない時間？じゃあその足んないって言ってるけど、じゃあ何分使えんのって。じゃあその使える時間をどう使っていくのっていう。ところに意識を向いてやってみてください。時間が足りないことは、まあね、こう、嘆いてもしょうがないからさ。だからそれはもう気にしないってわけじゃないけど、しょうがないんだって。じゃあできることは何なのかなっていう意識ね、そこにね、どんな視点を変えて、ぜひね、勉強の工夫してみてください。